はい、皆さんこんにちは、なっちでございます。パズドラアイランドというダンジョンで、今回もですね、インディゴ降臨のように特定のモンスターを連れていくとセリフが変わるというね、仕様があるみたいです。今回は、とりあえずデーモンと、常人がそれをするみたいなので、今回はそれを検証していきたいと思います。ちょっと常人がね、意外とレベル5しかいなくてね、なんか僕のことだからこいつもスキルマレベルマかなと思ったんですけど、そうでもなかったっていうね、むしろ親指姫すら終わってなかったっていうね、なんかこいつとね、なんか悪いんですよね、僕。まあいいや、行ってみたいと思います。リダフレバインドがあるので、今回はパールさんで行きたいと思います。まあ、パール周回が安定かな。ちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいんですけど、まあ、パールがいいかなっていう気はしますね。はい、行きまーす。どうなんだろう、先制でやってくんのか、それとも違うのか。本当に違うというね、情報しか知らないので、何を喋るかとか全く知りません。なんか、セレン落ちていいのっていうね、気になりますよね。あ、普通にやってきたな。この次かな、もしかして。あんまりダメージ受けたくないんですよね。さあ、来ちゃってください。短い、見えんて。バイトがどうのこうのって言ったけど、一瞬で終わったわ。まあ今のは多分動画で確認すればわかると思うんですけど、セリフが変わったのは確かですね。なんか回復作ってくれましたね。しかもやっぱり常人同士仲いいのかな、どうなんでしょうね。その辺のちょっと関係がよくわかるかな。おい、回復消すな。その辺のちょっと関係性がわかるからいいよね。世界観的にいいよね。普段気づかねえだろって、常人連れてかねえだろって思うんですけど、ちょっと面白いですよね。さあ4回。あ、この人もどうやらね、海賊竜で変わるらしいんで、まあ次回あたり連れていきたいと思います。パールさんでいきます。はい、これで倒せるでしょ。いいよねこれ。その海賊竜全員がさ、それぞれなんか適当に配置されてるようで、ちゃんとね、考えられて配置されてるんですよね、あれ。なんかみんなそれぞれの個性が出てるというか、そんな感じがします。どうだろうな、25倍、これでいけるかな。どうだ。あ、しかもこれ背景動いてんじゃん。なんかカモメがすごい横に動いてる。あんなに横に飛ぶってぐらい横に動いてる。ベルランディで、こいつ何？守護魔法で何？あ、地味に使えるし。よし。じゃあ倒していきまーす。まあ、こんなもんで倒せるですよ。よし、ということで、バイトしてんのかな？常人さんは。バイトがどうのこうのって言ってましたんで、バイト、金がないからバイトしてんのよみたいな、そういや、そんなこと言わないと思うけど、まあ多分そんな感じのことでしょうね。はい、じゃあ続いてデーモン入れてみたいと思います。デーモンか、フロストデーモン仲いいのかな、デーモン界って。まあでも一緒に腕組んで出てくるぐらいだから仲いいんでしょうね、きっと。デーモンさんどこですか。デーモン多分スキルマです。スキルマレベルマです。銀玉だよね。あ、いた。タウロスデーモンね、進化前すごい好きなんですけどね、進化後あんま好きじゃないんですよね。いきまーす。盤面が悪い。火じゃ倒せんだろ、さすがに。どうなんだろう、ここのちょっと火力も見てみたい。どうす。あ、結構痛かった。逆に言えば 6.25 倍でもそこそこいい火力が出せるんではないでしょうか。そうだよな、パールさんってだからこれだけでも緑ソニアとかの火力出せてんだもんな。そう思うとずるくないって。回復力も上がってんのにさ。あ、そう思うとちょっとね、貴族性全体出したパールは強かったのかもしれないね。いや、まあ強いんだけどさ、実際。怖いな、少々お待ちくださいがな。はい、じゃあ、まあなんか変に減らしちゃうと嫌なんで、
今回もちょっと耐えてセリフを見たいと思います。短いんだよな、しかもだよね。あ、そうしてきてのもうありがたい。前回来てたんだって。なんかモップ掃除みたいなことしてるけど大丈夫こいつ。なんかせっせせっせと。これどう見てもモップ掃除してるよね。なんか海のお掃除隊みたいな。タウロスデーモン見えますよね、そうやって。ちょっと倒せるかな、こんだけで。クソ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 、3コンボはさすがにあかん。チンコンボチンコンボ、カニカニカニカン、びっくりするじゃないか、びっくりするじゃないか、びっくりするじゃないかって何？それも何？セリフ？違うかな？もともとやるのかな？よし、まあいいや、突破します。てめえ後で覚えておけよとか言わないよね。僕ってタウロスデーモンに罪を背負わせるのは嫌ですよ。だからなんでてめえは毎回回復系すんだって。まあ、こっからは正直ね、どうでもいいんですよね。こっからはどうでもいいだろうって思われてるかもしれませんけど、ちょっと、まあ、せっかくなんでね、イースのスキル上げも兼ねて。次回がじゃあイースとアルビダで行きましょうかね。ということで、パズルアイランド特別なセリフ編でございました。そうですね、魔法石ショップじゃないんだわ。まあ、デーモンと常人は意外とあの連中は仲が良かったってことが分かったかな。まあなんかインディゴにしろさ、そのベリアルとインディゴのつながりとか、あとはガリウス、インディゴがガリウスのことを相当嫌ってるとかね、その辺が分かるので、で楽しい仕様ではあると思います。まあ、ぜひともこれを貴族性のモンスターにね、つけていただきたいですね。次回のちょっと、ヨルズでも期待したいところです。以上、特別なセリフ第1弾でございました。ご視聴ありがとうございました。